前科三番893番ジョイキ太郎です。本日のお話はヤクザ事務所の敷地に住む家族。なんか映画になりそうだよね。映画になりそうなタイトルだけど、どういうことかって言ったら、もともと工場みたいなことを経営してたのかな。で、倉庫があって土地は広くあるんだけど、その社長が脳梗塞かなんかで倒れて、私が知った時にはもう喋れないし半身が動かないような状態だったんですよ。で、そうしてると家とか土地が取られるっていうか、借金の方に取られるわけだから、倉庫も使わないから、そこを私どもの組の事務所ということに使ってくださいっていうか、倉庫が広くて事務所のとこはほんの一区画なんだけど、そこの前に車も止めて使っちゃえば、まあ誰も入ってこれないだろうということで、その広い敷地の横にまあプレハブ小屋みたいなのを建てて家族で住んでいるっていうことになったわけで、どっかに転売するんだろうけども、いい条件にしたいってことで、まあうちの組が使われたっていうことで、一時そこにいたんですよね、私がまあ捕まるまで。ね、何がね、これ私がこの話をするかっていうと、そういう状況にもかかわらず、まあ息子と娘さんが、なんか家族が4人4、5人いて、その会社がうまくいってる時にはそれはいい生活してたんでしょうね。結局家は取られちゃって、その最後の取り立ての倉庫の土地っていうことだったと思うの。だからもともと坊ちゃん嬢ちゃんだって、で上の子はなんか目指して甲子園みたいな私立の学校に行ってね、ピッチャーでね、で下の子供たちもみんなゴルフ、女の子だ。でそれでもね、その状況になっても辞めさせてない、まあその親の意地なんだろうな。お母さんがなんかパートに出ながら送り迎えしてたわ、こう見えるんだもんだってね。うちの組長はそういうのは認める方なんで、まあいいじゃないか、やらしてやれって言って、いくらか家賃代って渡してたんだと思いますよ。それでね、ピッチング練習とかマウンドみたいなの作って、高校生なんかそこそこ早いんだよね。うん、でやってる、ネットに向けて投げて、で女の子はゴルフに行って送り迎えしてるわけでさ、お母さんが。でその当時ってみんなヤクザの人たち、あのゴルフやるもんだから、で広いところでちょっと真似して、ちょっとやってみなよなんて言って、このパターかなんかやるんだけど、本気でプロ目指してる女の子でめっちゃうまいって、みんななんか教えてやるぐらいの勢いで行ったのが逆で、教えられちゃうみたいな話で、もうレベルが違うんだよね。もう中学生ぐらいでやってたんだけど、もう全然違う。でもそれでもプロなれなかったんじゃないのかな、当時ね。やっぱお金がかかる。でピッチャーもねやってるんだけど、ちょっと覚えがあるような人だと、を受けてやるからなんて言って、本気でいいですかって、もう高校生で本気に投げたら高級ボールで取れない、みんな。そんなことしてたら組長が、わしにも投げさせてくれと。ソフトボールはなんか組対抗ソフトボールって本当にシャバでもやってて、めっちゃうまいのは知ってるんですよ。もう違うんですよ。だけど私は思ってるのは、いくら刑務所が長くても、そんな刑務所のソフトボール、そんなことないから、なんだろうと思って、あんまり喋る人じゃないから、で今度ちょっと投げさせてみろと、マウンドを作ってあげたわけですよ。ちょっとブルトーザメであれして、で投げるからって言った時に、スパイク貸せって言うから、太郎スパイクを買っとけって言うの。スパイクを、と思って、ゴルフのですかって言ったら、違う、野球のだって言うから、まあ足のサイズは知ってるんで、まあこれぐらいっていうの分かってるんで、てか大人のはそんな当時なくて、もう昔の野球のスパイクっていうのは鉄のなんかがついてるようなやつなんですよ。それですかって言って、電話なんかそっからかけたら、そんな大げさなもんじゃないって、もうちょっと簡単なもんでいいっていうわけですよ。まあそうかと思って、なんかそうすると子供のソフトボールのようなやつになっちゃったんで、まあそれ買ってて、あこれかしょうがないな、言って何回かちょっと投げる練習をして、一回投げたらもうみんな取れない。当時ね、140キロぐらい投げるんですよ。自分らも見てても、もう後ろでも怖い。なんでかって言ったら、本当に少年時代にプロからスカウトが来たぐらいで、だけどもう少年院入っちゃったんで、もうその道が断たれたっていうことらしいんですけど、もうね、多分2、3、もう5、6球投げた時にも靴が破れるぐらい、やっぱり全然違うんですよ。身体能力が違う。背は高くはないんだけど、それぐらい投げれたんですよ。で、ゴルフも実際は300ヤードぐらい飛ばすんですけど、どこ飛んでいくかわからない。指が ほとんど3本ぐらいないって。ないんで、よくそれで左手ないんですよ。ないんで、ないから指は詰めさせなかった人なんで、若い衆見たことがないんであれなんですけど、3本ぐらいないんですよね。だから親指と人差し指だけで、よくそれだけ。だからフックとかスライス、普通フックするとかスライスは両方いっちゃうんで、もう大変だったんですけど、本当に20球に1回ぐらいまっすぐ飛ぶのはとんでもないことになって、300ヤードぐらい飛ばして、当時その30代
だったかな、あのそんな思い出があります。ちょっと記憶が間違ってあれなんだけど、でそんな風にしてその敷地にマウンドを作ったりゴルフのできるようにして、もう何だかわからない、だからよく間違えて入ってくる人がいて、でもう車もそういい車が並んでるんで、なんかゴルフ練習場みたいな風に思ってネット張っちゃったりなんかしてね、その息子と娘のために、だから間違えて入ってあれって見て違うなと思って慌てて帰るっていう人が続出して、今思い出したのはその後そこで自分が懲役行っちゃって帰ってきた時にはもう移転しちゃったから、どうなったのかって聞いた覚えがあるんだけど、そうじゃその人たちどうなったのかな、プロ野球選手になれたわけでもないだろうし、プロのゴルファーになれたわけでもないと思うんだけど、親っていうのはそういう時でもね、なんとかその夢をね叶えさせてあげようということでやってたんだなっていうふうに思いましたよ。今ねもうほとんど自分とこの組の人もほとんど生きてる人いないんで、生きてる人がいたい、久しぶりに名前見たなと思ったら逮捕されて長く行くんだ、多分生きて帰ってこれる年齢じゃないなっていうふうに思いながらね、昔のことを思い出したというお話です。